はい、皆さんこんにちは、西です。今日はですね、電車大好きプラレールがいっぱいやっていきます。で、これ北海道路線やったんで、今度関東路線をねやろうかなと思います。多分ね、関東路線遊ばないと車両開放されないと思うんですよね。お、総武線、まあ南武線でも言えますけど、初代電車でこうだとね、あの京浜東北線の川崎付近か、確か103系のね南武線が走ってましたけどね、10両編成のね南武線が走ってました。残り2駅の多分この関東路線で遊べば車両開放されると思うんだよね。北海道路線だけじゃダメなんだよね。北海道路線だけ遊べば、遊んでも車両全部開放されるのかなと思ったら、そういうわけでもないから。次は、左が。あれ、左に。降りてついたけど、まあ、ポイント加点されてもしょうがないんだよ。全然車両開放されないからね、まあ、この関東路線も遊びながらやっていくっていう感じ。ゲームで遊ぶ人もね、なかなかいないんでね。三鷹で、三鷹なんですよね。京林大学病院で行った時は、なんか三鷹で降りましたけど。京林大学ってあそこ、まあ、医師の卵みたいな人が、集う大学でいいの。それで大学卒業したら京林大学で働くのか。まあみんな医学の道行くとも限らないけど、京林大学って有名だよね。結構有名な病院だけどね。大学はまああるだろう。でもいいよね。まあもしね、大学で医学の勉強してね、卒業後そのまま京林大学にで働けるってなったらね、まあそこまでは大変だけど、医者になるまでの道のりが大変だけど。次は、夏だわ。まあでも、いいよね。そしたら、いいなって思うけど。まあ医者になってからでね、研修とかね、大変だからね、大変そうだけど、僕もやったことないから、受けたことないから、大変そうっていうしか言えないけど。さあ、あと10秒。やべ、これちょっとやばい。あ、大丈夫だ。あ、でも0メートルはできない。どうだろう、これで車両開放されたりするのかな。99点合格。てててて、これで回復されると思うんだよ、ね、ああ、やっぱ関東路線で遊ばないといけない。お、山手線だ。あ、南武線が出てきた。ああ、113系。東海道線で乗ったことあるっけ。じゃあちょっと一回マイク切ります。
はい、じゃあ次スカイブルーのね103系関東路線でね遊んでいこうかなと。はい、これを関東路線で、多分もうここ遊んでも車両増えないと思う。これも3駅か、スカイブルー。これは JR マークのない103系だ。インレタでね、つけなきゃいけないよね。あの103系の JR マークないやつね。売って、なんかオークションでも出てんだよね、JR マークのやつ。JR マークのインレタ。700、800円で売ってたな。送料含まれてないで700、800円だから、まあ1000円で買える。まあそこまでして欲しいかっていうとね、そうでもないけど。たかだかね、いいね、JR マークのいいネタで1000円っていうのも高いような気もするけど、でもイモンとか行っても売ってないからね。イモンとかで在庫あればね。まあ、400、500円で買えると思うんだよ。500円でもつり来るぐらいかもしれないけど。やっぱインレタそんなに安く。まあ、500、600円で済むから。オークションだと700、800円でプラス送料だからね。まあ、送料って言っても、普通郵便選択すれば別にそんなでもない。大体郵便局ってまあ信頼がありますから、大体荷物届くからね。まあたまにごくまりに郵便物盗んじゃったっていうね、局員さんがニュースで出ますけど、大体が、大体届いてるからね。全く信用できない会社じゃないから。だからまあ普通郵便でも。まあさすがにね、鉄道模型とかオークションで、まあ鉄道模型オークションで買うっていう神経がわからないっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ他は走ればそれでいいんで、ね、走ってくれればとりあえず何でもいい。オークションで買ったりはするんだけど。あ、景品特選。これは重量編成だ。だからまあ実写通り景品特選も重量だからね。もう終点だよ、早い。はい、立川。これでまだ10分もやってないでしょ、ね、あ、大丈夫か。オーバーラン3メートルまでオーバーランできんだ。ああ、100点で行ったんだ。車両獲得しないよね、これ。多分車両獲得、車両増えないと思う。ああ、そうだ。じゃあ一回マイク切ります。
はい、ということで、まあ、ちょうど10分だしね、いいかなと思います。今日はここでね、やめていきたいと思います。じゃあまたね、やりますんで、よろしくお願いします。